何社か説明会に参加して面接にも参加していたんですけれども、一番記憶に残っているのが、社長が説明会の時に一人一人と握手を笑顔でしてくれたことです。あとは、面接の時にこうよくある質問形式ではなくて対話形式で、私自身がどうなりたいのかとか、どういうことをしたいのかとか、じっくり話を聞いてくれたので、すごく人を大切にする人なんだなということを感じまして、入社したいと思いました。一つ目が不動産の仲介を行っております。お引越しを考えているお客様に、そのテーマに沿って、市場からマッチするような物件を探してご提案させていただいております。もう一つが代買い物のリーダーとして店舗のですね、集客や運営マネジメントをさせていただいております。仕事もプライベートも一切妥協をしないというところだと思います。でプライベートでは2人の小さい、子供がいながらも、子育てをすごく仕事との両立で頑張っていて、それは社員からもすごく感じられて、で同じように社員にも時には厳しく時には優しく、こう大きな愛情で見守って、育ててもらっているというか、本当にお母さん、厳しくも優しくもお母さんのような存在で、そういうところが魅力だと思います。人間味にあふれているっていうところです。それとその背景としては、仕事としては代表として、その売上だとか数字のところにすごい厳しいところもあるんですけど、そこには大きな愛もあって、で家庭の部分でいうと、二児の母として、妻としてということで、そこも優しさもあふれているんですけど、その中に優しさの中の厳しさもあったりとかして、共通して言えることが人間味にあふれているなって思うところです。人間性が成長をつけられたということです。というのも、私自身が入社して1年目の時は、自分だけ数字が上がればいいや、自分のお客様だけ満足してもらえればいいやっていう気持ちでやっていたんですけど、自分一人ではどうしても限界があって、それを先輩に相談した時に、やはり個人の一人の足し算の力よりも、みんなで協力して掛け算の力でやった方がすごいお客様の喜ぶ顔もこう増えていって、そこに関して素直に、やっぱりみんなで協力した方が面白いこともできるし、大きな成果も出せるなと思った時に、富樫の方から人間性が成長したねって言われたことが、成長したことだと思ってます。右も左もわからない、新卒で入社したんですけれども、2年目にはリーダーを任せてもらって、リーダーを任せてもらった時があったんですが、そこで私自身失敗をしてしまったんですけれども、また代表の富樫にチャンスをもらい、そこで、もう一度頑張るということで、コツコツ真面目にやってきたことで、今は、店舗のマネジメントとか人材育成に携わっています。で引き続きそういったことはやっていきたいんですけれども、都市的に出産を考えてもいるので、家庭を持って子どもができても、仕事と家庭の両立をして、時間が短くなっても、今以上に会社に貢献できるような人間になっていきたいと思っています。就職活動は、選択の一つです。これからいろいろな選択に迫られると思いますが、弊社ウィルビーでは専門知識がつくことはもちろん、人間性を身につけられます。ウィルビーは20代30代の成長が楽しいという、社員が揃っています。入社した際には私たちが全面的にバックアップしますので、ぜひご応募ください。待ってます。